KY メガネの事情です。どうぞ。コント、僕らの卒業式。いや、今日で俺たちも卒業か。川村、世話になったな。いや、どちらさんですか。いや、何言ってんだ。同じクラスの菅だよ、菅。分かってるよ、ゆうすけ。卒業式だからといって泣くなよ。まもなく式が始まります。席にお着きください。 おい川村、前向けよ。俺やっぱりお前から離れたくない。気持ち悪いこと言ってないで前向けよ、ゆうすけ。ただいまより第3025回卒業証書授与式を挙行します。3025回、西暦超えてるじゃねえか。3025回、僕たちの年月と同じだね。お前だんだんと気持ち悪くなってるぞ。あくまで俺たちは友達だからな。冷たいんだな。一同起立、気をつけ、正座、礼。いや、これただの土下座じゃねえか。僕と結婚してくれまでこの頭は絶対に下げません。卒業証書授与。一組、青野優馬くん、アレックス・ロドリゲスくん。いや待って、なんだその外国人。会いたくて会いたくて震えるくん。もはや歌詞じゃねえか。代表、川村優輝くん。はい。あなたは本校を卒業したことをここに証明します。なお、卒業証書は今全員に LINE で送りました。待て待て、なんで LINE なんだよ。うおー、3つのスタンプついてる。さ卒業生代表答辞、川村優輝くん。はい。僕たち5名は今日学校を卒業します。思えばいろんなことがありました。1年生の時の文化祭でやった時代劇、年季が高すぎて配役が100人になった暴れん坊将軍。いや、多すぎるだろ。100人の暴れん坊将軍と1人の悪代官の戦いはとても迫力がありました。いや、それ一方的に悪代官攻撃されるだろ。ボコボコに痛めつけられた悪代官役の佐藤君は次の日から学校に来なくなりました。なんでかな。いや、それだよ。2年生時の修学旅行、男子100人が同じ布団で寝ました。物理的に山積みになるだろ。そして3年生最後の遠足は登山でした。向かった先は世界最高峰の山、エベレスト。エベレストとも遠足のレベル超えてるよ。9割の生徒が帰らぬ人となりました。おい、寝るな。寝たら死んでしまう。死ぬな田中って。だから今5人なのかよ。僕は様々な思いを持って今日卒業します。最後にこんな僕ですが、僕のありのままの姿を見てください。いや、おい川村、何脱いでんだよ。ありのままの姿見せるのよ。ありのままの自分になるの。何も怖くない、風よ吹け。少しも寒くないわ。卒業生代表、川村ゆき。校歌斉唱。一同起立、装着。青い空、白い雲、緑のカーテン、黄色い車、赤い僕たちの顔、黒い未来が迫ってる。真っ黒黒すげ、僕たちの未来、飛び出せ飛び出せ、薄汚れた社会へ。南お金、南南小学校。また中学校で。小学生かよ。どうもありがとうございました。